みなさんこんにちは。プレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パンクリエイター高橋貴子です。本日はインスタントドライイースト、耐凍性イーストについてお話をしたいと思います。耐凍性っていうのは耐えるっていう字に、糖って書いて、耐凍性イーストっていうんですけども、イーストですね、あまりにも糖が多すぎるとそれはそれでこう細胞がうまく破壊されてしまってですね、発酵力も弱まってしまって、うまくこう発酵作業ができなかったりするのが通常なんですね。でそんな中で耐糖性のタイプを使いますと、例えばですね、そうですね、 10% 以上とか糖分が入ってくるような生地とかでもうまくこうちゃんと働くような形とかになったりするものもありますので、例えばサフっていうところのメーカーのものだと金ですね、赤が通常なんですけど金っていうものがあって、そういったものとかなんかは耐糖性のイーストになってますので、生地によってはそういうものを選んだりする時もあります。あとは私個人的にはですね、天然酵母系でいうと7つの酵母を扱ってますが、トカチの酵母ですね、トカチの酵母は割と耐糖性だなというふうに思ってます。 8% 10% とかでむしろよく発酵するので甘い生地が好きですね、トカチの酵母ですので、甘いなっていうタイプの生地を作るときにはトカチの酵母でよく作ったりとかもしますので、よろしかったらご参考になさってください。